カンボジアからチームが帰ってきましたので、証しをしていただきたいと思います。一言お願いします。天様、このカンボジアチームを使わせてくださったことありがとうございます。このどうぞ御心の証しを語っていくことができるように助け導いてください。感謝して愛するイエス・キリストの名によってお願いいたします。アメン。私ですね、初めてカンボジアですね、チームに加えていただきました。で、所要時間長いんですけどもですね、カンボジアチームはですね、いつでも行けるかなっていうことですね、ずっとこれまでですね、行かなくてですね、全然進行対応してなかったんですけどもですね、6月にですね、子どもたちがこう日本に来られた時にですね、私もですね、少し引率させていただいてですね、でその時に本当に子どもたちがですね、非常にこう熱心にですね、日本に来られ来ることを願っていたって、それがですね、叶えられたっていうことをですね、見せていただいた時にですね、いつでも行けるではなくてですね、もうこっちからですね、もう神様願ってですね、もうこっちから攻めていかないといけないんだということですね、思いましてですね、でこう祈りつつですね、今回派遣にですね参加させていただきました。でですね、祈りですね、祈ったことと祈っていないことのですね、本当に違いっていうのを神様はこう見せていただいてですね、ギターをですね持っていく役割だったんですけども、ギターがですね、よく預けるとですね、壊れるっていうことを話を聞いていましたので、で壊れないようにってですね、役割全うできるようにって祈っていたらですね、ソフトケースで持っていたにもかかわらずですね、本当にこうギターですね、無傷でですね、礼拝のですね奉仕を全うしですね、で献品してくることができました。で感謝します。で祈ってなかったですね、ブログアップの、ブログアップは祈ってたんですけどですね、携帯をですね、のことは全然祈ってなかったらですね、携帯をこう落としてしまってですね、バリンと壊れてしまってですね、本当にこう一つ一つですね、神様をこう祈るように教えてくださったんだなっていうことですね、教えました。で子供たちもですね、こうイオンでですね食事して、テレビでですね、テレビがこう日本のなんか映像が出てたんですね。で雪の映像を見てですね、白馬もこんな感じだよって言ったらですね、絶対行くってことですね、言っていましたので、この人たちは本当にこれからですね、夏も冬も本当にこう来るんだなっていうことですね、神様に期待して思わされました。でですね、子どもたちの特に私はですね、HIV のですね子どもと近くにバスの中とかいたんですけどもですね、写真をですね引き取られた時はもうガリガリでですね、この子たちいつまで生きれるんだろうかっていうふうにですね、私もこう思ってたんですけども、主の恵みの中でですね、大きく成長してですね、誰一人病気でですね亡くなったりする子どもたちもね、いずにですね、本当にこう主がですね、将来この子たちの礎の石としてですね、こう用いていかれるんだなってことですね、見せられました。本当に感謝いたします。天様、この証しの時を感謝いたします。感謝してイエスキリストの名によってお祈りいたします。アメン。皆様のお取りなしの祈りを感謝します。はじめにお祈りをいたします。愛する天のお父様は、この証しの時を豊かに祝福し導いていてください。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アメン。皆様の本当に取りなしの祈りを感謝いたします。私はですね、今回カンボジアに行ったのは2回目なんですけども、以前は個人ができる前にですね、前田副牧師がですね、確認のために行ったそのチームにですね加わらさせていただいてですね、そして具体的に他の奉仕もあったんですけども、で今本当にあの時何もないところからですね、今個人の働きがこうして進んでいるっていうことから見る中において、神様の本当に言葉は確かに成就するっていうことから本当に思わされました。そして、2日目の時にですね、プールに、午前中はプールに行って、そして、イオンに行って、夜は7時から正解だったんですけども、本当にカンボジア個人がですね、東京アンティオキア教会 の, オンライン会員となって、毎回本当に洗礼者が与えられて、で子どもたちも本当に成長している中において、信仰的にも成長させ成長しているんだなということをすごく思わされました。でちょうどですね、子どもたちと
話をしているときに、また1月も来るんでしょうということを言われたんですね。で、今神様にお祈りしてるからって言ったらですね、じゃあ私も来れるように祈るって言ってですね、でその場で祈ってくれたんですね。で本当にそういう姿を見る中で、日常の生活の中にも本当に常にこの神様に祈るっていうことが身についているんだなっていうことをすごく思わされました。で今回ですね、プールにいたんですけども、なんか今プールとか遊園地とかですね、どんどん潰れていってるんですね。で子どもたちが祈っていたんじゃないかなということを思わされたんですけども、本当に4月にオープンしたばかりのプールがあってですね、開かれて、で本当に未だに子どもたちも楽しかったみたいで、盛り上がって話しているっていうことだったんですね。で本当に子どもたちの本当に様子を見る中において、信仰が立て上げられているっていうことを本当に思わされましたし、また本当に賛美もですね、常に賛美しててですね、本当にすごく賛美が好きなんだなということも思わされました。で個人的には種まきのところからですね、実を結ぶためにさらに神様の言葉に立って聞き従うということ柄を語られました。皆様の取りなしの祈りを感謝します。愛聖天のお父様、この証の時を感謝します。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アメン。おはようございます、ゴスペルシードです。今日は皆を褒めたたえますを賛美します。
主の主の主ほふられた子羊あがない主よあなただけが我が主の主の主あなただけが我が主の主の主します。